こんにちは。今回はフレキマシンのメンテナンスがてらマシンのテッティングを紹介していこうと思います。いろいろなところで走らせてみてちょっとずつ変更を加えてますので、皆さんも参考になればと思います。ご覧ください。まずは提灯ですね。こんな感じで作ってあります。軸のところにハトメが入っていて、そのハトメとそのネジのところにここにマルチテープが巻いてあります。以前走らせた時に提灯が開いた時に斜めに動いてたような気がして、そのブレのせいかなと思ってブレないようにマルチテープを巻いてネジの太さをちょっと太くしてみました。そうするとこの提灯を入れた時に横に揺れるのがなくなります。一応効果はあったような感じがします。それじゃあ中身です。モーターはハイパーダッシュプロの2020が入っていたと思います。そうピニオンがね今ね手で取れたんですけど、両軸のギアの変な鳴りはだいたいこのピニオンが原因だったりしますので、皆さんもお困りでしたらまずピニオンを疑ってみてください。再び抜けないようにヤスリでちょっと傷をつけて、マジックで皮膜をつけてピニオンを入れていきます。はい、入りました。できました。じゃあ次はフロントバンパーを外して、フロントバンパーのギミックの紹介というか、自分がやってるような、またみんなやってるかもしれないんだけど、なんかコツの紹介というかちょい技の紹介をしていこうと思います。前方はこんな感じで普通の AT みたいになってます。ピボットバンパーになってます。今気づいたんですけど、ピボットバンパーの軸のナットが外れてました。なんでナットを取り付けていこうと思います。一応使うのがこのねオーリングってやつを使います。オーリングと大ワッシャーロックナットを使っていきます。これをオーリング大ワッシャーロックナットの順番ではめて取れめることによって、ゴムの締め付け具合でピボットの硬さを制御することができると思います。なんでね、いっぱい動かしたいときはちょっと弱めにロックナット閉じて、ちょっと強めにしたいときはロックナットめっちゃ閉じてオーリングが潰れるような形になっていきます。それで動きのね渋み具合を調節することができます。取れてたんですけどね、ロックナットが古かったんだと思います。こんな感じで大ワッシャーでそのオーリングを潰してるような形になります。で、ピボットが動くよっていうそういうですね。はい、じゃあ次はですね、ここのね部分に FRP の端材を2枚挟んであるんですけど、これどういうものかというと、このバンパーについた時にちょうどこの丸い部分に当たってスラストが抜けないよっていうそういう工夫です。なんか飛んでる時にスラスト抜けで吹っ飛んでるような気がして、なんか急遽つけたんですけど、意外と効果があるのかなっていう風に感じてます。でリアは今はキャッチャーで作った東北ダンパーみたいなやつがついていて、あとは置きます段にする時もあるんで、置きます段用の棒も一応ぶっ刺さってますよっていう感じです。セッティングは変えられます。はい、こんな感じで取って、ここにマス段の棒がついてるよっていう感じですね。でリアのこの一軸の動きは前回紹介したような感じです。で裏なんですけど、これ赤いキャッチャーが貼ってあって、一応ここにもブレーキが貼れる的な感じで作ってあります。あと裏面にはランナーの切れ端みたいなやつを溝に仕込んで、一応補強みたいな感じでやってあります。こんな感じですね。これ前回ターミナル磨きの動画を出したんですけど、その磨く前のやつなんでめっちゃ汚いです。これをね磨きました。でここには一応ベアリングが入っていて、ベアリングワッシャーも入れてあります。ベアリングは丸穴のボールベアリングの HG の高いやつが入ってます。620よりもこっちの方がいいよって聞いたんで丸穴を採用するようにしてみました。で今アルミタイヤなんですけど、
まあ、基本的にプラタイヤの方が多いですね。たまたまアルミ履いてるよっていう、そんな感じです。あとはなんかギアをやっぱ交換した方が速くなるよ的な話もよく聞くので、今度ギアを交換してみようかなと思います。これキットについてたギアが多分ずっとそのまま使っているんだと思うので、まあ、交換してみようかなっていう感じがします。でフレキの部分もこのまま分解していくんですけど、まあ、フレキはね普通のフレキなんで、まあ、普通に作ってますよっていう、そんだけですね。はい、分解が終わりました。分解して並べてみるとなんかねいい感じ。このね写真がね撮ってみたかったですね。はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。